出かけん TV レディーゴー、ブンハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イパー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 イエ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 イ。ということで今日は隊長選手の府中クロリテンさんに来ています。いやまた避けるまた避ける、危なかったな今。いや危ないというかもう避けてましたよこれ買ったばっかの靴だったんで、そのままスル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 って滑っちゃったね今ね危なかったよ本当に。最初から怪我してるところでしょ。怪我始まりとかないんだよ大丈夫だから、丈夫だから安心してください皆さんはい、ということで今日は山本くんが来てくれてます。お願いします。ということで今日は店員さんに聞いた人気の景品ベスト10全部取るまで帰れません。1週間の人気のある景品で、しかもですね人気すぎる景品は逆にもうなくなってる可能性もあるんで、だから今あるやつでベスト10を作っていただいたので、そちらをもう全部取るまで帰れませんというの企画をやりたいと思います。今日はもう3時間かかるので覚悟してくださいいや長すごい時間かかります。じゃあ早速両替に行きたいと思います。ということでまずはですね、とりあえず1万円だけ全部両替したいと思います。いくらかかるか分かんないからね。確かに2、3万かかるのかな下手したらはい、ということでこちら1万円両替し終わりました。わー大量ですね。はい大量です。じゃあ早速第10位からやっていきたいと思います。それでは早速店員さんの第10位を教えてください。はい、こちらです。マイキュートベアスーパージャンボです。おかわいい。めちゃめちゃでかいね。めちゃめちゃでかいです。なるほど、やっぱ大きさで人気ってことなのかな。やっぱりスーパージャンボ。俺スーパージャンボじゃねえよお前宝くじでしか聞いたことないような言い方本当にデカキンが持っても大きいと思えるようなテディベアのぬいぐるみだね。じゃあ早速第10位を取りたいと思います。お願いします。よっしゃー、すぐ取ってやるよ第10位なんて。でもねこれ欲しくなる気持ち超わかるな。よっしゃ、脇腹を持って寄せる。おおおー座った。取ってみろやっていう挑戦的な取れるもんなら取ってみろやっていう。どうすりゃいいのこれまあちょっとでも寄せるように。でも上が当たっちゃうと思うから、はいはいはい、あえてこの上の白いところ落としてこっち側に倒そう、はいはいはい、せーの、はい倒れろ。よし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 、おーすごい。よしもうこれ取れんじゃない。足払いして、わーいいね。いい、めちゃめちゃいい。さすがっすね。今日早いよ。いや山本くん今日早いよ。嬉しい。これちょっといける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 。じゃあ片アームで押して、この後足も引っ込み抜いてくる。あー怖い。ここミスしたくない。行きましょう。はい。あーちょっと待って。そっち行った？危ねえ。これでもさ、もう体持ち上げて損の方がいいかもしれないね。そう。体持ち上げてドンだよドン損はいいだろ別にいろんな。あんま聞いたことないやつはい、さあ持ち上げて落としてください。はい、おーおーおー、何これ、なんでなんで落ちないの。絶妙ですね。もう次で落ちるね。せーの、はい、もっとしっかり押さなきゃダメなんだ。押しは失敗しましたが、はい、もう取れたでしょ。オッケー、オッケー、オッケー、早い、早いよ、早い、これは早い。うわー嬉しい。でかいね。でかいですね。ということでマイキュートベアスーパージャンボをゲットしました。触り心地やばいよ、触ってみ。あ、本当だ、超気持ちいいよ、すごい。ちなみにですけどここ700台以上あるのよね。はい、そうです。その中でもやっぱベスト10に入れていいですね。はい、あ、可愛いわ。いや、その文句言ってるみたいなやつやめてくださいお前お前みたいなということでマイキュートベアスーパージャンボゲットしました。では次の第9位に向かいたいと思います。それでは山本くん第9位を教えてください。はい、こちらです。サラフはメンダコくんです。おー、サラフ、え、今拍手したけど俺、はい、サラフはメンダコくん。サラフはメンダコくん9位です。知らないわだから超人気なんだよね本当は多分ね。メンダコくん、はい、これはちょっと撮っていろいろ調べてみたいね。はい、はい、ということでじゃあ早速第9位のサラフはメンダコくん撮ってみたいと思います。まあまずちょっとどんなもんか。はい、いいんじゃない？はい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 、ちょっと後ろもやってみます。これ見ないね。よし、いいね、滑ってた。よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいよ。当たっちゃうとね難しいんだよね。
でも、おいおー、早っ、すげえ、早っすごい、嬉しい、超嬉しいわ、これは早っ、まだ全然かかりそうだったのにね。はい、はい、こちらがサラフアメンダコくんです。なんなんだろうこの子、タコなのかね。メンダコですもんね。メンダコって聞いたことある？ない。でもないんだよな。ただ可愛いのだけはわかるわ大好きになるわ本当に。ということでサラフアメンダコくんゲットしました。それでは山本くん、店員さんから聞いた第8位を教えてください。こちらです。いつか特用チョコ。うわー、もう大好き。特用チョコは美味しいね。これは美味しいっすよ。いや、これはもう子供にとってのステーキだからねみんなが大好き。お菓子だったらこれだよね、うん、これは取りましょう。お願いします。ずっと食べてたな。1日2、300本食べてたって。いやいや、それは嘘でしょ。いやいや、本当に本当に2、300本、2、300本いってたよ本当に美味しい、ね、じゃあこれ取りましょう。お願いします。よっしゃ。邪魔です。邪魔ですじゃないの。こっちから取れよ、こっちから。すごい邪魔です。何やってんの。広角だろまたなんで広角で取んだよ。好きなんだよな。じゃあきます。もう落としちゃえばいいんじゃないの。なるほど、こういうことだ。下のやつに。めっちゃ簡単じゃんと一瞬思ったけど、そういうことか。いやでも任せてください。いけるよ。ここであっち側をすってくれれば。あー、おー、そうなんだ。はい、どうだろう。今ぐしゃっと落としたな。しますよ大丈夫かな。まあでも押した方が良さそうなんで。なるほど、ちょっとぐしゃ覚悟で押そうかな。いけ、落ちろ。どうだ。おー、もう一回かな。かなりいいですね。ね、もう一回お願い。落ちて、落ちよう。はい、オッケー。めちゃめちゃ順調。めっちゃ順調。超早いっすよ。ということで特用チョコゲットしました。うまいからねこれは。30本入ってるし。最高ですね。いや、これは人気の理由わかるね。案外お菓子の中にもこういう最高に美味しいお菓子がたくさん紛れてるから、次からお菓子ゾーンもやっぱ絶対見なきゃダメだね、うん、これはもう見た方がいいです。ということで店員さんから聞いた第8位、特用チョコゲットしました。それでは店員さんに聞いた第7位は何ですか。こちらです。金沢ケーキです。金沢ケーキ超美味しそう。美味しそうっすね。美味しそうだけど、金沢ケーキがランクインするんだ。すごいですね。味もいろいろあるね。メープルとかね、はい、プレーンとかいろいろあるけど、やっぱここだね。今ちょうど下にあるやつがいいですね。ショコラとこっちのクリームチーズ、これは美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうだから、この両方取りたいぐらいだけど、まあチーズかなやっぱり人幸せにするのはやっぱチーズですから確かに。はい、じゃあクリームチーズの方を取っていきたいと思います。まずは普通にずらそう。はい、ずれて。おー、なんだなんだこの動きは。当たっちゃうか。当たっちゃった。倒して。ちょっとミスしましたね。もったいないね今のはね。そうですね。こういうやっぱ一個一個のミスをなくしていかないと。プロ意識めっちゃ高いです。こういうミスしてるようじゃね、まだね、うん、ちょっとまだまだこういうミスしてるとねすいませんでした、調子に乗って二度とこんなこと言わないので。全く同じミスしたもんな。その山本くんがプロ意識高いとか言うからだぞ。いやいや、だってなんか褒められたから。ちょっと怖いな、またダメだ、ギリギリを攻めすぎてちょっとえらいことになってるんで、もっとゆったりと優雅な気持ちでやってきます本当に3連続3連続これ良くないよ。3連続良くない。ゆったりとした気持ちでやらないと。頑張ろうね言われちゃってますからいやいや、言うだろ大体応援すんねこのマシーンさあ、おい、おー、結果オーライ、結果オーライ、いいいい、次で取ろう。ギリ攻めない、ギリ攻めないでゆったり行こう。 OK、 すげえ。ゆったり、ゆったりがいいのよ。ゆったりたっぷりのんびり、ゆったりたっぷりのんびりやるげでは三日月ホテル三日月。やめろお前お前がやらしたんだからな、今なんか言い出したから急にはい、ということで金沢ケーキクリームチーズゲットしました。めちゃめちゃねしっかりしてんの、ケースもしっかりしてるし、ふわふわ。オーストラリア産チーズが醸し出すコクと香りだって。うわー、絶対うまいわはい、ということで金沢ケーキクリームチーズゲットしました。それでは店員さんから聞いた人気の景品第6位を教えてください。こちらです。お座りヨッシー。おー、ヨッシー、ここでもうこれは知ってるね、はい、誰もが知ってる愛されキャラヨッシー、これは欲しいわ。ヨッシーが人気の理由わかるね。わかりますね。俺も出た瞬間やっぱ欲しいなと思ったんで、早速ヨッシーを取りたいと思います。
もうデカキンが今考えた作戦で取りますね。ほら、教えてくれないですか。はい違う、足に引っ掛けて寄せてくっていう、はいはい、どうかな、できるか分かんないですけど、ちょっとやってみます。足が引っ掛かりそうだったからさ、ほら、この足に引っ掛けて、おお、いいね、いい、足らへんをちょっと持ち上げてみます。よし、お、うわー絶妙どうなんだろうな、普通に持ってみましょう。よし、はい、ダメだ、すげえ名前連呼します。伸ばしてないだろ俺よしって言ってんだよ、よしのことよしって言わないだろお前、その親ぐらいだろよしのことよしっていうのさあ、いいね、はい、いいね、おお、あー危ない、前に倒れてほしいな。お座りですからやっぱり。うわ、ちゃんと座るんだ、すごいですね、さすが。不安定な丸太の上でも。でまずお座り見せてくれたってことですよね。そうだね、まず私こういうものですよっていう面接から入るからね、やっぱね、プレイゲームは。あ、怖い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 大丈夫かな。いやー、よくないね。いや、これはちょっと苦戦中。3本爪。おしよしよし、近寄ってきた、近寄ってきた。よし、おいでうちに。君はもう最高だから。ナンパし。もうぬいぐるみのナンパは任せてください。はい、近寄ってきたね。じゃあ、見せますね、技を。前転。足を持ち上げて、足持ち上げて、このまま前転。前転、前転する前の感じね前転する前の、よしよしよし、いける、こっちおいで、もういける、もういける、もういけるね、いいっすね、日差しが見えた、楽しいね、こう寄せて撮るのね、いいっすね、楽しい、これは。あ、ダメだ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 、やめてそれだけやめて、お願い。オッケー、もう出てる、片足出てる、おお足出ましたね、もう取れてたよね、さっきバウンドによったよ ね、 そうですね。じゃあ最後決めます、最後頭だけちょうだい、はい、お願い、取ろう、よし、あ、持ち上げ、怖い怖い怖い、 OK よっしゃー、めっちゃいい、取れた、はい、ということでお座りよしゲットしました。いやー、すごい、ほら、うお座りしてるよ、ほらサーカスの人のバランス難しいですけど、でもこれどこにでも多分お座りしてくれる、しかもやっぱね、甲羅ね、甲羅もしっかりついてて、うわ超嬉しいわ、飾ろう、いやーかわいい、はい、ということでこちらお座りよしゲットしました。デカキン TV、 とうとう来ました、ここから5位だよ、5位ですよ。じゃあ早速店員さんから聞いた人気の景品第5位は何ですか。こちらです、マキシマティックの炭治郎です。わー来たー、やっぱこれ鬼滅の刃、はい、炭治郎フィギュア来るんだね、やっぱね、やっぱ人気か、はい、しかもやっぱ2つブースを使ってるから、確かにやっぱ人気だからこそこうやってたくさんあるということなんで、わかりました、じゃ早速炭治郎のフィギュア取りたいと思います。最高、うわー上手、1回目で大きくずれてほしい、おーおー、こっからむずいのよ、大激戦区、当たっちゃうとね、アームの力が、あ、でも強い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 、あ、いけるいけるいける、ここまでスムーズにね来てるね、はい、おーおー、いいね、いいよいいよ、いいっすね、お願い、最後そこ、そこなの、もうそこだけ、おー、なるほど、こっちが行けなければもう奥だね、さあ、お願い、おー来た、いいね、上で押したね、ポーンと押してくれて取れた、ということでマキシマティクの炭治郎のフィギュアゲットしました。すっごい見てください、ドンダンダンダン、かっこいい、かっこいい、今まで見た炭治郎のフィギュアの中でも結構かっこいいぶりに俺入るな、なんかそうですね、最高のものをゲットできました、ということでマキシマティクの炭治郎のフィギュアゲットしました。
ということで、店員さんが決めた人気の景品第4位は何ですか。こちらです。キューポスケットの僕のヒーローアカデミア、戸賀卑弥呼です。おー、ヒーローアカか。はい、確かに。あー、知ってる。途中までしか読めてないんだけど、それでも出てきてるよ、このキャラクターは。もう大好きです、僕。戸賀卑弥呼さん。はい、戸賀卑弥呼さんって。戸賀卑弥呼さんは確かに欲しいね。同じクラスのやつみたいな。戸賀卑弥呼さん。わー、漫画で見たキャラクターが出ると嬉しいよね。いや、嬉しいですね。じゃあ早速これを撮りたいと思います。じゃあ行きます。おぉ、いいね。さすが。もっとずらしてください。お、よし、いいね。いい、ずらして。おぉ、この動きはいいのかな。全くわからんな。こっち側にずれて。よし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 、ずれてきた、ずれてきた。やっぱね、戸賀卑弥呼さんのこのフィギュアは重さが片側に偏ってる可能性があるらしいんで、ちょっとでもね、バランス崩すともすぐまた縦になっちゃうんで。どうだ。おー、わー、どうなの。どうなんだろう。でも俺思ったんだけど、持ち上げちゃえばシュッシュってならんかな。はい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 。おー、なんかもうちょっとなのにね。はい、ちょっとまた店員さんに助けていただこうと思います。ということで、店員さんにちょっと協力していただきました。もう下の角だね、あそこを持ち上げることができたらもしかしたら取れるかもしれないよということだったんで、ちょっと狙ってみます。綺麗に取れてるとこ見たい。いいと思うんだよな。おー、角はもっと奥か。え、でも取れそうじゃん。そうですよね。もう俺にはもう取れてるように見えるんだけどな。落ちてない。全然まだ乗っかってます。え、もう超取れそうなんだけど。いける。おー、なんだこれ。ずれて、ずれて。あら、あ、さっきより良くない感じになったよね。はい、そうですね。ちょっと今店員さんもざわついてたもんね、今ね。あ、これはっていうなってたもんね。笑っちゃってましたね。ちょっと一回店員さんに聞いてみたいと思います。ということで、店員さんに協力してもらいました。それがこちらです。これはもう取ったね。そうですね。もうもうだって1ミリ2ミリぐらいしか支えない。でもあれをね、滑らすのが大変だから。はい、でまあ取ったと思います。お願いします。じゃあいきます。これで下に出っ張ってる角を、はい、あ、角持てなかったけど、どうだ。おー、よかった。いやー、取れたね。やっとっすね。重いんだね。重いですね。結構重めの音が。あれ、重くない。重、適度な重さ。いや、それ、そうだよね。戸賀卑弥呼さんも俺に重くないわとか言われたくないよね。本当に申し訳ないことしました。すいません。でも、僕のヒーローアカデミアは超人気ですから。僕のヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミアじゃないの。僕のだと、まあ、手書きさんのみたいな。僕のヒーローアカデミアね。僕のヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミア。うん、何が違うの。俺これ発音わかんないわ。これ家飾りたいわ。いや、でも正直、戸賀卑弥呼さんへの愛情、はい、山本くんの方が多分上だもんね。完全に僕の方が上っす。確実に。わかんないだろそれは。いやいや、マジでめっちゃ好きっす。でも超人気だしね、これはね。はい、じゃあこれはまあ今頑張って一緒にやってくれてるんで、山本くんにあげます。やったー。もうまあしょ、なんかやだ、やったって言われるとなんか俺も欲しくなってきちゃうな。いや、ありがとうございます。すいません、まあ、はい、これじゃあ山本くん、まあでも俺も欲しくなってきちゃうから。ありがとうございます。いただきます。早いなお前取るの。やりましたじゃないんで。これがもう第4位だったから、はい、もうあと残すはベスト3だよ。うわー、来ましたね。待って、もう分かんないわ。鬼滅の刃もあったし、僕のヒーローアカデミアもあったから。、はい、何が正解か分かんない。残りなんだろう、これより人気って。何だと思います。分かんないっすか。全くディズニーだったりとか、お猿のジョージも人気っていうのは知ってんだよ。はい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 。すみっこ暮らし。あー、なるほど。ここら辺が入ってくるんじゃないかなと思いますね。じゃあ早速皆さんも予想しながら見てください。それではベスト3の発表です。とうとう第3位です。それでは店員さんから聞いた人気の景品第3位は何ですか。こちらです。ブルーナアニマル特大ぬいぐるみうさぎボリューム2です。うわ。なるほど。いろんな人気のね、アニメとかを抜いて、ブルーナアニマルなんだ。はい、確かにね、もう撮ってる人結構見るもんね。そうですね。こうやっぱ耳とかさ、いろんなところに引っ掛けて撮るのも面白いんだろうね。はい、じゃあブルーナアニマルを撮りたいと思います。お願いします。そしてこちら、今あるこちらの色がですね、イオンさんとタイトーステーションさんの限定の色らしくて、これは絶対撮りたいね。はい、はい、じゃあこちらを撮ろうと思います。じゃあいきます。
しっかりと。おお。この動きやだね。ここはまずい。握られちゃう。こっち側向いてほしいな。耳がこっち側。じゃあ尻尾。もう尻尾に引っ掛ける。うん。普通にだと持てない。これ苦戦するね結構ね。はい。向きがもうちょっとこっちに。頭こっちちょうだい。頭こっち。そう、オッケー。これが最後尻尾に当たってくれれば。持ち上げる寸前に尻尾に。お、いいね。いいね。いいね、いいね。しまよし、引っかかって。え？お、もう、いけるでしょ。すごい、今耳への負荷がすごいね。はい、そうですね。すごい耳への負荷が今耳で支えてますね。ある状態。耳で支える、これさ、ウサギのプロポーズって、俺が耳で支えるわっていう言いそうじゃない。なんか今すごいひらめきだったな。ウサギのプロポーズ考えたことないです。ウサギのプロポーズ、確かに。あ、待って待って、変なことしたか俺。大丈夫か。いや、危ない危ない危ない。あ、で1万円が間もなくなくなりそう。おお。いや、でも結構取りましたからね。いや、そうだよね。はい。普通に考えたらすごい取ってるから。よし、いいんじゃない？いいんじゃない？これで耳引っかかってくれればそのまま。はい。ちょっと出てるよ。おお。1万円は残りあと3回です。おお。1、2、3。尻尾引っかかって。お願い。1万円の終わりまで残り2回。あ、すごい、そんな動きになるんだ。おー、よし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 、いい、いいね。奇跡が起きるね、やっぱね。尻尾どんだけ出てんのこれ。結構出てるね。そうそう、狙うは尻尾一択。はい、ということで1万円がなくなりました。おー、わー、早かったね。はい、なくなっちゃいましたが、まだ1万円でベスト3まで来れてるんで超いいじゃん。いや、めちゃめちゃいい。で、今回は取るまで終わりませんなので、なのでここでちょっと5000円両替したいと思います。お願いします。ということで5000円の両替が終わりました。よっしゃ、行こう。前足にかけて、あ、よ、あ、いいね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 、おー、いいね、かかって、よし、おー、いい、いい、変なとこ転がらなければ。おー、よっしゃー、いいね、最高、やったー。はい、ということでブルーナアニマル特大サイズぬいぐるみウサギボリューム2ゲットしました。これも限定の色なんで嬉しい。触り心地も格別ですね。高級感のあるなんか触り心地するわ。途中でも言ったけど、ウサギのプロポーズがね、俺が耳で支えるからってあのシーンが見れた気がしましたね。ということで第3位はブルーナアニマル特大サイズぬいぐるみボリューム2でした。それではワクワクドキドキですが、店員さんから聞いた人気な景品第2位は何ですか。こちらです、マインクラフトチェストです。おー、なるほど、これね。そう、デカキも実はね、前動画で撮ったんで持ってるんですよ。へー。このチェストは持ってて、ただこっちのエンダーチェストが持ってないんで、このエンダーチェストやろ。エンダーチェストやりましょう。しかもちょっと取りやすくなってる。あ、本当だ、前の人が遊んだまま、遊んだままの状態だから、これでやろう。じゃあ行きます。はいはいはい。で、これ交互にやっていくのがいいんですけど、変なとこに当てるとね、結構いいのよ。こういう変な動きさせると結構行ってくれる可能性が高いんで。プロですからね。そう、ベタ玉に関して、ベタ玉はね、ベタ玉は山本くんの歴史だからね。そうですね、ベタ玉は基本山本くんでやることが多いんで。この揺れてるのいいよね、滑りそうな感じだから、ね、待つっていう技もありましたからね。あったね。もうこれあとは1時間待てば取れるかなっていう究極の技だよね。滑り待ちっていう、そう、あれはありましたね。来た、一ランクね、下の坂にベタ玉の下に下がってくれたらそこから早いから、はい、なるほど、一ランク、そうそう、よし、おー、いい。やめて、もうこれの繰り返しじゃん。あれ、今日想像以上にベタベタしてるぞ。落ちて落ちて落ちて、いけいけいけ、もうちょっともうちょっと、さあ見せてお願い、ここで落ちよう、いって、お願い、
もうペラペラなはず。うわー、うそ、ここも粘る。よし、うわ、もうあとちょんよ。次じゃないですか。次だね。お願い、ありがとう。よし、オッケー。長かった。長かったよ。ということで、マインクラフトのチェストのエンダーチェストをゲットしました。おー、長かった。いや、長かったっすね。久々のベタ玉でやっぱり苦労しましたね。やっぱ努力しなきゃダメですね、ちゃんと。それを第2で分からせていただきました。あと1回取れたみたいに油断もあったんでね、油断と努力不足、これに限ると思います。ただここでやっぱね、気持ちをまた初心に戻れたんで、第1位、もう何か分かんないけど、それも取って、今日はね、元気に帰ろうと思います。はい、じゃあ早速第1位の発表です。それでは、流行る店員さんから聞いた人気の景品ベスト10の第1位は何ですか。こちらです。なんだ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 。東京リベンジャーズ松の地冬のフィギュアです。わあ、来た、東京リベンジャーズ。やっぱ東京リベンジャーズ入るか。入りますね。しかもこのちくいさんもやっぱ人気のキャラクターだもんね。はい、僕一番好きなキャラクターです。デカジャンもずっとね、ドラケンですから。あ、ドラケンかっこいいっすよね。ドラケンが大好き。何回も美容室行くたびに、ドラケンさんみたいにしてくださいって言おうとして、あ、ダメだダメだって、ま、何回も止まってる。ということで、第1位の東京リベンジャーズちくいさんのフィギュアを取りたいと思います。よし、行こう。うん、おー、おー、いいね。いいっすね。おぎり、おお、縦。でもなんかすごい絶妙なバランスだからいいんじゃない。そうっすね。最速か、これ。おお、どうなる、取れて。おお、めっちゃいい。いいんじゃないこれ。でもね、こっからがね、どうしていいか分かんなくなる。難しいな、見て、超ちくいさんに睨まれてる。もう睨まれてるよ。難しいな。いや、分かんないときは一回持ち上げてみればいいんだよ。お、いい形かも。あ、これやばいな。やばいっすね。これダメだね。ちょっとこちら店員さんに住んでるかどうか聞いてみたいと思います。店員さんにこちらも直していただきました。やっぱね、カポって縦になるってね、まあ、取れはするけど取れにくいって形らしいんで。なるほど、直していただきました。じゃあいきます。よし、入った、うまい、上手、うまい、お願い、ここで取れて。おお、いい、ありがたいね。もうこれミスできないから、ちょっとでもバランスしくじったらパコンってまた縦になっちゃうからね。はい、よし、いい、いい、いい、決まって、お願い。おお、これまた下のあそこ持ち上げてかな。これはどうかな。お、いけそうな気がするんだけどな。そうですよね。これはちょっと店員さんに相談したいと思います。ということで、今店員さんに相談しました。したところですね、見てください。今ですね、こう下に四隅の角あるよね。あります。はい、あそこの角を左のアームでパッと持ち上げるとスルッと落ちる可能性があるんだって。なるほど。だからそこをやります。次こそは1回で取れると思う。もう結構一撃みたいな感じ。はい、一撃です。はい、一撃で決めたいと思います。お願いします。もう1回やりましょう。やった、取った。いや、いけましたね。最後ですよ、最後最後。いける、いける。はい、開け。イエーイ、来た、やっと取れた、本当に。ということで、こちら東京リベンジャーズのちくいさんのフィギュアゲットしました。おー、すごい。もうこれも店員さんのおかげなんで、何回もね、あのいい感じしていただいたおかげで取れましたね。かっこいいね。かっこいいですね。超かっこいい。ということで、こちらがある店員さんに聞いた1週間の人気の景品ベスト10でした。
はい、ということで今日やってきましたけど、結果どれぐらいかかったんだろう。時間は何時間ぐらい。時間で言うと、うん、3時間ぐらいですね。3時間で、金額で言うとだいたい1万7000円ぐらいかな。なるほど。最初順調だったんだけどね、もうベスト3ぐらいに入るからもうだんだん苦戦してて大変でしたね。本当にね、ベタ玉がすごかったね。いやー、ベタ玉ですね。もう本当今年最上級なベタつきを見せたね。そうですね、とんでもなかったんですけど。いやでもやっぱ楽しいね。楽しかったですね。次もうベスト7は何なんだろう、ベスト6は何なんだろうみたいな、次を予想しながらやるのは超楽しかったです。ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。